はもうちょっと前、名古屋の大学にいた時に絞れるんですけど、この方もうちょっと広くてですね、顎を取って鼻の横を取ってこう目の下まで取っちゃうんですよ。で目が落ちてこないようにこうチタンの目してるんですね。だからもうちょっと大変 でこの方はすごく大変だったんで、ここにですね、お腹の肉なんですよ。お腹の肉を移植してるんですね。よくわかるんですよ。でとてもじゃないかちょっと入れ歯は無理だったんですけど、この方もどうしても食べたいっていうんですね。じゃあやりましょうかということでインプラントをしたんですね。インプラントをしてここにパチッとこうはまるような入れ歯を作ったんですね。まあもちろん見た目も綺麗ですし、おお、まあ愛情でもやっぱりかなり食べるんですね。この方もすごく喜んでくれてですね、これまあ僕が名古屋大学にいる時なんですけど、先生もカメレオンになったからちょっと見せたいからちょっと一緒にご飯食べに行こうって言うんですよ。飲みに行こうってね。あ、そうですかって僕もまさかこれでまあ食べれるとはあんまり思ってなかったんで行ったんですよね。でも一緒に飲みにこの方なんですよね。先生何でも注文しましょうって言うから、まあ、僕も自分の作ったいからだけど、まあ、最初ちょっとじゃあ豆腐でとかね、こう刺身もこうイカは避けてもマグロで、まあ、ちょっと柔らかめのものにしたんですよ。そしたらね、食べられるんですよね、バリバリと。でだんだん僕も酒飲んで酔っ払ってきてね、じゃあ次に串カツ行きましょうとか、まあ、名古屋って言うから串カツですから、で串カツ注文したらね、やっぱり食べるんですよ、バリって。すごい感動して、ああよかったねって、ちょっと写真撮りましょうって言って、今よくよく写真見るとちょっと迷惑そうな顔してるから、もしかしたら串カツはきつかったかもしれないですけど、それでもねやっぱり食べられるんですよ、ね、それでこれは口が痛も落ちてきませんっていう写真なんですけどね、やっぱりこういうの見ると本当嬉しいですよね。